では1枚目ご覧いただきましょう。こちらです。あーすげー、わかるかな。うわーすごい。あーほんとだ、すげー、わかるかな。あー痛い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 、すごいこれくっきりしてるね。すごい頭とかだ。頭頭これだって、もうそうですね、もうまさに幽霊のライトですよね、これ右側。こっからちょっとですね、まず何も言わずにご覧いただきましょうか、ね、はい、ね、行きましょう。分かりますかね、胸。あーすげえ、これすげえ、これ映ってるじゃん、テーブルに。これ怖いの。テーブルに映ってる顔が違うんだよ。そうなの。うわ、半端ない。ウィンクしてますよね。そうなんです、片目がなくなってしまってるんですね、テーブルに映ってる男の子が。はい、これは不思議ですね、本当不思議ですね。これこの写真を撮った頃からこのお母さんは自分でもわからないうちに、もう見るだけでこのお子さんが憎くて憎くてしょうがないっていう感情が湧き上がってくると。えこの写真を撮った頃、こんなチャーミングな彼なんですか、ね、黒田氏の鑑定によりますと、まずテーブルに写っているのはこの長男についている憑依霊が表に出てきてこうなっていると。問題なのはお手紙に書かれていたお母さんとの関係で、長男が憎くてたまらないのはこの憑依霊とお母さんについている憑依霊が強く反発し合っているからだと。このままだと決していいことはないですよ。うわこれやばいじゃん。そのお母さんの手紙がすごいですね。すごい、お母さんが怖いもんこれ、ね、これはなんかこういう番組じゃないところに行った方がいいんじゃないですかね。すごいですよね、これちゃんと解決しないと。僕らみたいな子供は何にも言えないよね。これは本当やばいですよね。マジですか。この時期この頃ってことですよね。 それまではなかったってことですよね、性格の不一致かな。成果海外で心霊写真と話題。写真には娘の後ろに黒い足が映り込んでいます。さて皆さんはこの黒い足の正体何だと思いますか？コメントで教えてくださいね。